今日はですね、ご報告動画ということで、この動画を撮らせてもらってます。結論言っちゃいます。不良系チャンネル、ヤンキー系チャンネル始めます。これね、最近メインチャンネルの方でかなり、いろんなところ迷走しまくってる感じ分かりましたよね。いろんなことやってましたよ。もう昔からもう3年間ずっとやってるから、まあ本当にバラエティ豊かな感じ、もう最初からなんかコンセプトがあってやってたわけじゃないんで、もうガンガン何でもやっちゃってた。まあしかも最近だと余計になんかいろんなことやっちゃってたところがあったんで、そこだとね、視聴者さん目線でね考えると見にくい感じになるかなと思ったんですよ。うん。だから、今ここのチャンネル、メインチャンネルではもう食事系、格闘技系、この二軸っていうのかな、一軸二軸みたいな感じでやりたいと思います。で、次のチャンネルではヤンキー系、不良系みたいな感じですね。なんか、喧嘩自慢みたいな感じとか、あと入れ墨とか、なんか昔には喋ったやつ、鑑別所のこととか、いろいろ喋ってたことあったんですけど、そういうのはもうここでは、お話ししないし、やらないし、ということですよ。なので、チャンネルをね、概要欄に貼っておきますので、もしね、不良系とかヤンキー系中の、そちらをね、登録してほしいなと思います。興味ある方はぜひぜひ。不良とかね、ヤンキー系とかって、もうそもそもね、なんか俺、ひた隠しにしていた感じがあったんですよね。うん、ひた隠しというか、昔にやっていた悪いこと、まあもちろんね、犯罪をしちゃっていたことがあったわけだから、それはもちろん反省しなきゃいけない。でもそこを隠すというよりも、そこをちゃんと反省した上で、しかも、不良とかヤンキーって悪いところだけじゃないんですよね。良いところももちろんめちゃめちゃ持ち合わせてる。し、俺の根本がそこだからね、中学校2年生からずーっとそういう感じでやってたわけだし。なので、うん、このチャンネルを立ち上げることにしました。一発目の動画はもう、何個か撮ってます。はい。それを上げていきたいと思うので、ぜひ、今ね、それらをアップする前にチャンネル登録をしていただけたらなというふうに思っております。はい。新チャンネル開設ということのご報告ですね、これは。はい。よろしくお願いします。概要欄までよろしくお願いします。